では、ノードの話に入っていきます。ノードというのは、先ほどもご説明しました通り、合成処理を構成するプロセスツリーの基礎要素ですね。で、分かりやすく言えば、まあ、AfterX の、ブラーとか、レベル補正とか、ああいうフィルターの一つとなります。が、ノード、説明していきたいと思います。ノードというのはですね、こういう四角いボックスに、まあ、矢印がいくつかついているものが、ノードとなります。で、この上のノード、こちらが、インプットと言われる矢印になります。情報が入ってくる、ところですね。で、その下、これドラッグすると伸びるんですけども、こちらは、先ほどインプットから入ってきた情報がこちらのノード上で、処理がされて、その処理がされた変更された情報が出ていくところがこのアウトプットという矢印となってます。で、この右側にも矢印が潜んでます。こう引っ張るとマスクって出てくるんですね。出てくるんですけども、こちらはマスク情報をインプットしてあげる矢印となってます。なので、ここにアルファとかを指してあげると、そのままアルファで限定された部分ですね。マスクで限定されたところのみに、こちらのノードの情報、処理がされるという。なので、マスクで限定したい場合にこちらに指すという矢印となってます。ではですね、ノードの作成方法に移りたいと思います。ノードの作成方法、4つあります。じゃあ、1個ずつやっていきます。まず、一番わかりやすいやり方。この、左側、ノードツールバーから作成するという、方法がまずあります。で、ここからですね、今回、グレードっていうノード、先ほど作ったノードですね、を、作ってみたいと思います。グレードは、カラーなので、あ、出ました。上から1、2、3、4、5個のこの真ん中ぐらいですね。こちらを押してください。そうすると、からこれの、ノードですね。グレード、作成されます。これがまず一つ目の作成方法です。じゃあ二つ目は、ノードグラフ上で、右クリックしてみてください。そうすると、メニューが出ます。で、この、上から3つ、こちらは、この、メニューバーと一緒ですね。ファイル、エディット、レンダー。で、その下からが、こちらのノードツールバーと一緒ですね。こちらの、カラーの真ん中ぐらい、G ですね。クリックすると、また出る。あ、で、今、ちょっとつながったかと思います。これは、ノードを作るときに、何かのノードを、選択した状態で、新規でノードを作ると、その選択されたノードにつながった状態で、作成されます。なので、真下につなげた状態で作成したいという場合は選択した状態で作っていただいて、全く別に作りたいというときは無選択の状態にしてから作るようにしてください。でこれが二つ目の作り方です。で、三つ目の作り方が、ショートカットキーを使って作るっていうやり方があります。今回、グレードなので G キーを押してくださいと作成されます。で、このニューク、よく使うノードに関しては、ショートカットキーが割り振られています。で、そのショートカットの確認の仕方なんですけども、先ほどのこの、ノードツールバーの、中ですね、を見ると、この横にアルファベットがついたノードがいくつかあると思います。こちらが、ショートカットキーとなっています。まあ、こちらのツールバーで確認するのか、右クリックのこちらにも、書かれています。これが3つ目の作成方法になります。で、4つ目がタブキーを使って作成するっていう方法となってます。まずタブキーを押してください。そうすると、検索バーが出ます。で、こちらに、グレードなので、GRA 入れると、出ます。で、この検索バーはフルでアルファベット入れる必要はありません。そのノードが持っているアルファベットですね。グレードだったら、まあ、頭の GR ぐらい入れれば多分、出てくると思います。タブキーで作成する方法ですね。で、基本的に作業に慣れていくと、ショートカットキーか、先ほどのタブキーで作成するっていう方法ばかり使っていくと思います。なので、僕もさっきちょっとどこにあったか迷ったんですけども、ニューク多分、使える人ほどどこに入ってるのか知らないって人結構いると思います。もう全部タブでも検索しちゃうので、
ちなみにですね、よく使うショートカットキーなんですけども、まあ、今 G キー、グレード作ったかと思います。まず C キーを押すと、カラーコレクトっていう、これもカラコレノードですね。こちら作成されます。で、B を押すと、ブラーですね。で、T を押すと、トランスフォームっていう移動とか回転とかするノードを作成されます。で、M キーを押すと、マージっていう、画像を合成するためのノードですね。で、R キー。これは素材を読むための、読み込むための、ノードとなっています。ここでちょっと素材を選択しないといけないので、今回キャンセルしますね。読み込むためのリードノードは R キーで作成できます。次に書き出すノードはライトノード。ので W を押すと作成されます。あと、ロットのマスクとかを書くためのロットノードが O ですね。と似たようなロットペイントノードってあるんですけども、ちょっと後でやりますけど、は P キーで作成されます。この辺がよく使うショートカットキーですね。まあ、これに関しては本当にこちらから調べることができるので、わからなかったらこちら見ていただけたら大丈夫だと思います。それでは次に進みたいと思います。ノードのつなぎ方ですね、について説明していきたいと思います。で、ノードをつなぐ場合はですね、例えば、じゃあこのグレードにブラをつないでみたいと思います。これももう単純なんですけども、この矢印をドラッグして、つなぎたい方に持っていって手を離す。そうすると、つながります。これどちらからでもいいです。下からつないでもいいですし、上からでもいいです。で、外すときは、また逆ですね。ドラッグして外す。外す。で、今やった接続すると外すをショートカットキーでやる場合はですね、まず1個、そのノードを選択して、つなぎたいノードをシフトキーを押したままクリックしてください。で、この状態で Y キーを押してください。そうするとつながります。ノードを、初めのノードを選んで、つなぎたい先のノードをシフトキーを押したままクリックする。で、その状態で Y キーを押すと接続です。次に、ショートカットキーで外したい場合、外したいインプットがあるノードを選択した状態で、コントロール D キーです。で、D キーですね。と外れます。次に、2つあるつながったこの間のパイプに差し込みたい場合ですね。は、まあ、マウスだけでやろうと思うと、まあ、こうやってもいいですし、めんどくさいので、そういう時はですね、差し込みたいノードをドラッグして、その差し込みたい先のパイプ上に持っていく。で、手を離すと間に入ります。次に、この間に挟まったノードだけ外したい場合ですね。これもまあ、こういう手順で外せば別にいいんですけども、ちょっとめんどくさいので、外したいノードを選択した状態で、コントロール、シフト、X を押してください。そうすると外れます。コントロール、シフト、X で外れます。次にですね、間に挟まったノードを別のノードと差し替えたいとき、これも、まあ、つなぎ替えればいいんですけども、こういうふうに。ちょっとめんどくさいので、こちらもショートカットキーあります。例えば、カラーコレクトノードとトランスフォームノード、これ入れ替えたいときはですね、コントロールとシフトキーを押したまま、その、新しく入れ替えたいノードを元のノードの上に持っていって手を離してみてください。そうすると入れ替わります。コントロール、シフトを押したまま、ドラッグして入れ替える。これで入れ替わります。なので自分がよくやり方として、例えばブラの値が違うノードを別に作っておいて、で、これでポンポン差し替えて結果を確認するとかっていう時にたまに使ったりします。じゃあ、次に行きます。ノードのオンとオフの切り替え方ですね。はですね、まず、どれか、ノードを選択した状態で D キーを押してください。で、D キーですね。そうするとバッテンつきます。これで、ミュートされました。で、また戻したい場合は、また D キーを押すと元に戻ります。D キーでオンとオフが切り替わります。じゃあ次、ノードの削除の仕方ですね。こちらは、ノードを選択した状態で、まあ、デリートを押すと消えます。
で、undo の場合は、まあ、他のソフトと一緒ですね。コントロール Z で戻ります。次、コピーの仕方です。こちらも他のソフトウェアと一緒で、コントロール C ですね。で、コピー、コントロール V で、ペーストできます。なので、選択した状態で、コントロール C。で、今の状態でコントロール V で置いちゃうと多分接続されると思います。なので、何も選択してない状態にして、コントロール V にすることによって、ペーストできます。これが多分ニュークの利点だと思いますね。ノードという。他のショットで使ったスクリプト、同じようなライティングのシーンだと、まんまこのノード選択してあげてコピーして持ってきてあげることが簡単にできます。で、このコピーデータなんですけども、メモ帳にで確認するとですね、まあ、こういう状態でクリップボードに保存されています。なので、例えばですね、まあ、やらないんですけども、例えばコピーした内容をメールに貼り付けて、まあ、誰か、作業者の他の方に送ってあげる。で、そのメールもらった人が、この内容をまたコピーしてあげて、ペーストするってことができます。ニュークのスクリプトファイルをやり取りせずに、このテキストデータでやり取りすることができます。とですね、ニュークの場合、例えばニュークペリアだとか、あと GitHub ですね、とかに、まあ、こういう形で、スクリプトデータ上がってる場合があります。この場合は、ファイルをダウンロードとかせずに、テキストデータで全部コピーしてあげて、このニュークのこのノードグラフにペーストすると、ノードがそのまま、こちらに持ってくることができたりもします。あと、ニュークの場合は、アフターエフェクツと違って、複数スクリプト、別窓で開くことができます。アフターエフェクツは、標準だと多分1個しか開かないですよね、多分。なので、別で開いてあげて、そちらのノードグラフ上でコピーして、で別の、このウィンドウでペーストするとかも、できます。はい。ここまでが、ノードグラフ、ノードの、操作方法になります。ではですね、次は、この上のビューアータブについて、解説していきたいと思います。あ、すいません。ビューアータブの前にちょっとまだもう一個ありました。すいません。このビューアーノードについて先にちょっと説明させてください。この新規で、スクリプトを作った場合に初め変わるノードがこのビューアーノードなんですけども、こちら特別なノードとなってます。こちら何かというと、この上のビューアータブに情報を表示するためのタブが、この、あ、タブじゃない、ノードがこちらのビューアーノードとなってます。接続の仕方は他と一緒ですね。つなぐと、つながる。ドラッグして外す。ドラッグしてつなぐですね。なので、上のビューアーですね。ビューアータブに何かを表示したい場合は、このビューアーにつなぐ必要があります。で、このビューアーノード、インプットノード、たくさんあります。まあ、ちょっと見えないんですけども、左の部分をドラッグすると、出てきます。この矢印が。で、他のにつなぐと、つながります。ただ、つながりはするんですけども、ビューアーは変わらないと思います。これはですね、ビューアー上で、点キーでない数字を、じゃあ1番押してもらっていいですかね。で、2番、で3番、4番と。で、数字のキーを押すと、ここのつながっているパイプの矢印の部分が変わると思います。で、今、オレンジ色になっている入力が上のビューアーに表示されます。で、つなぐ場合も、ショートカットキーありまして、まあ、つなぎたいノードですね。選択した状態で、同じく数字のキーを押してみてください。1番。で、2番。で、3番。で、つながります。で、上のビューアーの表示を切り替えるときも同じく、1、2、3で切り替わります。なので、何かフィルターをかました場合とかましてない場合とか、別のツリーを表示してあげて、この1番、2番とかで切り替えてパカパカさせて確認するとか、加工する前、加工した後で別番号の入力をつないであげて、1番、2番を交互に押して確認するとか、っていう時に使ったりもします。はい。これが、ビューアーノードの説明となります。すいません。ちょっとビューアータブは、ちょっとまた、もうちょっと後で説明したいと思います。先に、この右側の次、プロパティタブですね。こちらから説明したいと思います。これ人それぞれ多分違うと思うんですけども、結構いくつかプロパティ表示されてるかと思います。こちらの、プロパティタブは、ノードを作成した段階か、ノードをダブルクリックした段階で、
こちらに、表示されるようになります。デフォルトだと10個ですね。新しいものから10個のノードの、プロパティが表示されるようになってます。で、その10個の数を指定するのがこの、こちらですね。今10ってデフォルト入ってるので、10個だけ表示されるようになってます。で、次閉じ方なんですけども、各プロパティ瓶のこの右上のバッテン、これを押すと消えます。それか一括で消したい場合は、この10って書いてあるところの右側のこのバッテン、こちらを押すと一括で全部消すことができます。でですね、ちょっとおすすめなんですけども、僕はこれ10個は表示しない方がいいと思います。僕はですね、これも好き嫌いあると思うんですけど、僕は1にしてます。これなぜかというとですね、いろいろ理由がありまして、例えばですね、これやらなくても大丈夫です。例えばですね、アニメーションとかをつけると、ビューアー上にこういう風なハンドルとかが表示されるようになります。で、この表示される、ノードのタブっていうのは、このプロパティタブに表示されているプロパティのハンドル類がすべて表示されるようになります。なので、このアニメーションが打たれたこういうトランスフォームノードだとか、トラッキングとかした場合に、そのトラッキングした時後のその軌跡のアニメーションカーブですねとかが、プロパティ B に全部表示した状態だと、この上に全部オーバーレイされちゃって見にくくなっちゃうんですね。なので、ここは基本的にはもう極力ここに表示したくない。で、もう最低1個にしてます。あと、もう1個理由がありまして、自分が修正したいノード、例えばブラー1っていうノードの値を変更したいのに、間違ってブラー2とかブラー3とか別のノードの内容を触っちゃうってことが結構あるんですね。で、触ってもあれ変化しない、なんでだろうって起こりうるので、僕はもう基本的に1個にしてあげて、編集するノードをダブルクリックして切り替えてあげて作業するのがおすすめですね。が、プロパティの話になります。で、実際そのこの後実際に合成のお話に入った時に、トランスフォームノードだとかその辺で、まあ、アニメーションの付け方とかの、お話はこの後、していきたいと思います。またここでノードの話に戻るんですけども、ちょっともう一個別のスクリプトをちょっと開いてください。オープンコンプからですね、このオールノード2っていうスクリプトを開いてください。これが、左のこの、まあ、ノードツールバーから作成できるノードをダーッと全部出した状態なんですけども、まあ、色がついてると思います、ノードって。だいたい種類別に、まあ、この色を見れば、どういうノードなのかっていうのがわかるようになってます。例えば、この青色のものが、カラー、これ系ですね。グレード系のノードだとか。あとは、この紫色ですね。このあたりが、トランスフォームとか変形系のノードだったりとかっていう。っていうのは、だいたい色を見ればわかるようになってます。この、色分け、ただ視認性を良くするっていうだけで色がついてるわけではありません。コンキャチネーションっていう、機能というか、ものが、ニュークにはあります。これちょっと高度な話になってくるんですけども、それが何かというとですね、コンキャチネーション。日本語で言うと、連結っていう、ものですね。何かというとですね、例えばですね、ちょっとここで軽くちょっと喉を組みます。皆さんちょっとやらなくても大丈夫です。説明のためにちょっと組みます。例えば今チェックボードを作りました。これにトランスフォームノード、移動とか変形をやるノードかましまして、例えば30度回転しました。そうするとですね、アップするとわかるんですけども、じゃぎってます。これはフィルター処理ですね。作った段階では、まあ、綺麗な画像が、回転させたことによって、フィルター処理が行われて、こういうふうなじゃぎるというか劣化したわけですね。これはまあ、フォトショップでも、まあ、アフターエフェクツでも実際起こると思います。で、この状態で、例えば、グレードっていうカラコレノードをかまして、まあ、ちょっとガンマをいじってみますね。で、ここで、また、T キー、移動をして、今度、マイナス30をやってます。そうすると、また劣化、またフィルター処理が行われて、劣化すると。もともとが、こういう画像だったものが変形処理が行われた結果、こういうふうに劣化する。で、これをですね、同じものをじゃあコピーしてあげまして、つないで、じゃあ今度はこのグレードを
外してあげて、後に持ってきてつなぐ。で、こっちに入れる。そうすると、綺麗になるんですね。はじめの方は、こんだけ劣化したのに、後の方は、こういうふうに劣化してない。これ何かというとですね、この同じ色のついたノードは、一つのノードして、ノードとして処理をするという計算をニュークは行います。それがコンキャッチネーションっていう機能になります。で、作業を行っていく上で、画像の劣化っていうのは、できるだけしないようにしないといけないので、作業を行う上で、まとめられる、同じ色でまとめられるノードはまとめた方がいいです。で、今回の場合は、30度回転させて、次のノードでマイナス30度して戻したので、実際の処理としては、全然回転していないっていう処理をした上で、グレードをかまして、グレード処理をする。なので、劣化が起こってないと。これを、初めにやったやり方だと、間にグレードノードを挟んでしまったことによって、この2つのノードが分断されて、別々の処理として行われて、双方で画像が劣化した。ただ、作業を行っていく上で、一緒にできないってことは多々あります。なので、頭の片隅に、こういうこともあるんだっていうのは覚えておいてもらいまして、で、一緒にできるものは一緒にするっていうぐらいで大丈夫だと思います。これが、コンキャッチネーションっていう機能になります。